西方にある、混乱三条の展開を滑る女性の損傷である。展開にある幼稚と万桃園の女主人でもあり、すべての女性を支配する最上位の女神、東王府に対応する。左から二番目の人物が西王母、頭上に価値をいただいているのがわかる、歴史家の陳夢家によれば、隠居から発掘された、甲骨文字の牧字に、 西母という神が見られ、それが西王母の前身であるという、東州時代に書かれたとされる三海行の対抗成形によると、西王母は西王母の山、または玉山と呼ばれる山を要する根ン,ンの丘に住んでおり、西山行には人の姿で氷の虎の玉姿、よくうなる。よもぎたぶさ長髪に玉価値をいただく。 彼女は天の務むという半人半身の姿で描写されている。また、海外北行には、聖王母は机に寄りかかり、価値をいただき、杖をつくとあり、基本的には人間に近い存在として描写されている。また、三羽の鳥が、聖王母のために食事を運んでくるともいい、これらの鳥の名は、オアヒル、コアヒル、青鳥であるという、春秋時代に形成され、 戦国時代に流布された僕天使伝によれば、周の僕王が西に純布して、聖王母の国で最高の礼を尽くして彼女に会い、3年間登留して帰国したという。この物語での聖王母は完全に人間の姿で描かれている。なお、聖王母の国は落葉から西に1 0 0 0トルの位置にあったという、聖王母像、聖王母像館内になると聖王母は、 新鮮思想と結びついて変容していった。両性具有から男性的な要素が体となる、小ミの東王侯として分離し、共に、不老不死の支配者という性格が与えられていった。創始によれば、聖王母を特道の真人としているし、ワイナンコでは、聖王母が持たしていた不死の薬を、ガが盗んで、月へと逃げたと記している。新代学者である、帝剣の、 僕天使伝地理交渉によれば、聖王母はカルデアの月神と考えられている。人間の非合の衛星を司る女神であった、聖王母であったが、非生命を司る存在を崇めまつれば、非合の死を免れられるという恐れから発生する信仰によって、徐々に不老不死の力を与える信女というイメージに変化していった。ハンコの幹部内伝によれば、 全漢の武帝が調整を願っていた際、聖王母は十万人の玉女のロクを司る女仙の上元夫人と闘争戦や王子党などの次女と共に天井から降り、三千年に一度咲くという専門者七を与えたという。聖王母は黄金の光り輝くカビな衣装をまとい、頭には大華たぶさと、王の誠は死体への冠をつけ、腰には、 文系の剣を備えた30歳くらいの絶世の美女であることが描かれている。貫末のだて平成4年、河北地方一帯に聖王母のお告げを記したお札が拡散し、相乗をもたらしたという記述が、漢臓の相手記や五行詞に見える。上空坊の雲979時114巻によれば、聖王母は弟子である戦の女神、九天玄女に派遣され、 皇帝が私ゆに勝つための標本と神父を授けられる。陸朝時代に同居が成立すると、当神時代の同教研究家である勝公の陳中書の中で、東王府と聖王母は、原始天皇と太と,と玉女との間に生まれた創世の神であり、陽気と陰気の神格化と考えられる。聖王母は、かつての人道重心の女神から、 天界の美しき最高戦場へと完全に変化し、不老不死の専門を管理する、あでやかにして麗しい天の女主人として、絶大な信仰を集めるに至った。王母へ一に家を運ぶ役目だった青鳥も、聖王母が縁を開く時に出す使い鳥という、役所に姿を変え、やがては、青鳥といえば、知らせ、手紙という意味に用いられるほどになったのである。方針演技では、 皇天上帝の妻であり、娘の隆吉公主がいる。最有期では無数の珍しい宝物を持つ天界の一の貴婦人である。現在の伝説によれば、三階の主催である玉皇大帝の妻として、傍らに座しているとされるが、娘の七仙女がいる。中国古代の封建制に影響を与えたのか、普通の人間と新鮮の恋愛を禁じた厳しい天の、 女帝に変容し、様々な悲劇を引き起こした、牛尾食女や、東栄と七千女などの民話を体現している。ありがとうございます。